設備をおとりみがこから持ち込む兵糧の運搬、海翼、将兵くんの策とは。皆さんこんにちは、軍師のコーランです。今回は海翼、将兵くんの兵糧運搬策とはについて考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。最新636話の最後で、海翼が運搬していた兵糧は空っぽのおとりで、策だったことが、海翼の笑みからわかりました。とはいえ兵糧の輸送が急務なのは変わらず、何らかの方法で魚に届けないといけません。そこで、今回の将兵くん、海翼の兵糧運搬の策について考察してみました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。1、海翼の動きは王道。まず前提として考えてもらいたいのが、海翼の動きは王道だということです。真から、大量の兵糧を積んだ視聴隊を引き連れ、列尾を突破して、王都圏へ侵入を目指しました。この動き方は、帰宅ではなく王道中の王道で、最も標準的な動きだと言えます。何せ、趙の王都圏は大江山脈に囲まれ、南には黄河が流れていますからね。そのため侵入できるルートは限られており、大規模な軍が侵入するには、設備を経由する必要があるのです。では、そんな王道のルートをおとりとして使い、将兵くんはどうやって魚へ、大量の兵糧を届けるつもりなのでしょうか ?3 つのルートを挙げて可能性を考察してみました。2、可能性1、黒洋ルート。まず考えられるのが黒洋から侵入するルート。そもそも黒洋は趙侵攻の足がかりとしてやっとの思いで取った拠点です。当初は李牧の目を欺くために紀南から黒洋に進軍し、そこから三軍に展開していくというように見られていました。なので裏の裏を書くという意味で黒洋から侵入する可能性もあるかもですね。懸念としてはおそらく大江山脈を大きく迂回しないと魚にたどり着けません。なので、かなり早期に出発していないと、陥落報告からでは間に合わないかもですね。3、可能性に、魏方面軍ルート。あるいは南から迂回してくる、という可能性もあるかもしれません。黄河の南は魏の領地ですが、黄河スレスレを進軍していき、魚の付近で北上していくという方法もありました。しかし、これは、いくつかの理由で難しいかなとも思っています。まず、最大の理由が、黄河の存在ですね。日本の小さな川などとは違い、黄河は、船なしに渡れるようなものではありません。そのため、魚の南にまでたどり着いても、趙の領地内に渡れない可能性大です。また、魏も、当然守りを固めており、五方面を中心に、真の動きを伺っています。その警戒をかいくぐって、大量の兵糧を、領地を奥深くまで送るのは至難の技です。東軍なら可能かもしれませんが、視聴隊の大部分は損耗を受けるのでは。4、可能性3、黄河ルート。黄河が妨げになっているので、あれば逆に黄河を用いて運搬する。私はこの可能性が最も大きいと思っています。これまでの考察でも黄河を使っての運搬は可能性として挙げていました。今回の海翼の動きによって、私は、この可能性が上がったなと感じました。列尾の位置関係は、黄河のすぐそばにあります。もし、黄河を大船団が運航しようとすれば察知され、妨害を受けることになるでしょう。兵糧を満載した船なんて、火矢を受ければ簡単に炎上して沈没してしまいます。そのため、兵を、列尾の新側に集中させておき、黄河への注意をそらしているのでは、個人的に、一押しな展開がこちらですね。このように、三つのルートがあると考えているのですが、問題はもう一つあります。それは、真の兵糧運搬を担当する将です。5、誰が持っていくのか?以前の動画で兵糧を運搬するのは、将兵くんか海翼では、と考察しました。しかし、海翼はおとりとして登場し、将兵くんは、関与に姿がありました。もちろん、マーキも関与です。となると、いよいよ、この重要任務をこなせる将が見当たりません。そやぎは、王翦が失敗した際に、真へなだれ込むために、気を伺っています。なので、国境に張り付いている蒙古や、唐が直々に出張るのは、難しいはず。となると、やはり、
大将軍配下で実力もある緑尾宮流国、関王あたりが、一部の兵力を抑えて援軍に来るという可能性はありそうですね。あるいは大穴として、昇格など中級の将が来ることも考えられそう。もし昇格なら到着した後に、壁との会話を期待したいですね。以上が、真の視聴隊の動きについて、3つのルートの考察でした。春水樹はいるとはいえ、月尾は、攻めやすく守りづらい城と判明しています。なので苦戦せずに落として通過かと思っていたのですが、さらに、一段階上の戦略を用意しているようですね。もしかしたら、今回私が考察した以上の驚くべき策で、評論を送るのかも。ガイオクさんが見せてくれるはずなので、次週も楽しみですね。今後の展開はこうなってほしい。これが気になった。などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。